戦いの舞台は深い森と数々の池、そして美しき丘陵に囲まれた名門白鷺ゴルフクラブ。グレッグ・ノーマンデザインのこのコースを日本のトッププロが今攻略する。先週立山プロが2ホール連続のバーディーでスコアを伸ばし、残すところ1ホール。迎えた最終ホールは12番、525ヤードのパー5です。プロを的確にアシストする忍びの者、キャディーたちの活躍とアシスタント2人のバックアップにもご注目です。今週は1ホールだけとなりますけど、はい、525ヤードパー5です、はい、こちらのホールは2009年に金本プロと立山プロがバーディーを記録しています。2009年、今から20年前2010年は来てないってこと？2010年も来てます。バーディー取ってないってことです。2009年は岡崎さんがプレーをしなかった年ですね。あ、それも2009年なんだ。肘痛くて、はい、肘痛かったんだっけ。あ、手首です。昨今フォロワーが続々登場、超個性派ツアープロ立山光弘プロ。立山プロのティーショットです。ミッピーだよ。あれ、これ OB だよ。じゃあ、これ OB。ダン、OB。左キック。左。あれ。貧乏キック。いや、本当におかしい。まっすぐ行ってんの全部お前の好きなとこばっかり。パワーショットに抜群のパーオン率。今季もトップランカーに名を連ねる増田信弘プロ。なんか当たる気しねっす。当たる気しねっす。お前の口癖。ねっす。増田プロのティーショットです。ナイスショットです。ナイスショットです。もうすぐ行った。角度落ちろ。カイン。あ、惜しいです。よしよしよし。第一関門突破。俺も。さあ、日本の飛ばし屋登場。富士サンケイクラシックでの初優勝を引っ提げて武勇伝に参戦。諸藤正次プロ。お願いします。注目のティーショット。見てやれよ。ちょっと上から入って右行ってんぞ。はい。諸藤プロのティーショットです。うわあ、マンヒール。右か。よいしょ。みんなちょっと右に流されてます、球がね。よい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 ってね。ここあれ、池の向こうは風左からプープー来てるかもしれない。マクドナルドじゃないんだからさ、意味早打ちマックだよ。よし。岡崎さんのティーショットです。お、久しぶり。久しぶりに。この沈黙は何？帯なんすか？あの、諸藤は天敵になりそうだ俺。岡崎さんの暫定級です。本当に OB なの？おかしいな。全部下から入ってない。そうそうそう、下から入ってるから全部全部チーピン出るんですよ。岡崎コーチのティーショット1打目はセーフ。立山プロも危ないショットでした。1ヶ月にあたり、はい、初ゲストで、
最近初ゲスト多いですね、うん、これのサトルもサトルそれだけど立て、はい、こういう若手にちょっと韓国勢に負けないようにバリバリ行ってほしいよね。まあね、東東海とかああいうコースでやらないとダメだよな。そうですね、ああいうところで多くやってほしいです。そうだよね、広いところでやってほしいよね。 まだ曲がりすぎだよな。でまあ頑張って、はい、秋の陣もう一勝、はい、今度は4日間で、はい、そうキャディって誰やってるの。その時は薄井さん、横田さんの。ああなるほどね、はい、ジョンと仲いいの。はい、ジョンと仲いいの。横田さんは挨拶ぐらいです。挨拶くらい、はい、うん、ジョンも今年調子あるのね。またね、だってそうですね、横田のね。そうですね、あいつキャノン買ったの去年で。去年です、うん、あまだあるんだ。あるじゃないですか。あります、うん、ということでどうも頑張ってよ。頑張ります。今いくら。今2000縦の倍以上200ぐらいです。はい、だって早かったっすもん。早かったっす。進んでないだけ。進んでない。今足踏み状態です。足踏み状態、はい、よし、ここ行こう。はい、クラブが7番アイアンですね、うん、岡崎さんのセカンドショットです。あ、うん、惜しいな。木に当たってしまいましたね。岡崎さんの3打目になります。あ、球が沈んでると思ったら出しや。立山プロ、距離が約260ヤード、うん、クラブは3番ウッドです。はい、行きます。立山プロの2打目です。残り248ヤードクラブが3番のユーティリティ。はい、なんか鉄塔を狙っていく感じですね。で打っていくということで、はい、ちょっと右ぐらい、はい、右ぐらいで、はい、諸藤プロのセカンドショットです。うわやった。残り248ヤードクラブが3番のユーティリティ。はい、なんか鉄塔を狙っていく感じですね。で打っていくということで、はい、ちょっと右ぐらい、はい、右ぐらいで、はい、諸藤プロのセカンドショットです。うわやった左。危ねえ、ね、どんだけ曲げんだよ。はぁ、あ、はい、増田プロ残り約240ヤード、はい、クラブが5番ウッドです、はい、増田プロの2打目です。あ、もう左。残り248ヤード、クラブがユーティリティです。岡崎さんの4打目です。ユーティリティはいいんだよな。飛びますね。うん、ユーティリティはね。うん。
これ清にもらったユーティリティ。何打目だっけ？5打目です。岡崎さん残り61ヤード、クラブがサンドウェッジです。岡崎さんの5打目になります。おうめ、あ弱気さを、あナイス、こっち切っちゃうのかよ。ナイスオンです。また一本出てきます。立山プロ、グリーン脇からのアプローチです。41ヤードぐらいですかね。いや落とすところまでは29ヤード。はい、クラブはサンドウェッジです。立山プロの3打目です。なんだこの芝、うん、おお、ひどい。寄ったけど、ぴったりだ。ナイスです。ナイスです。すげえポックンだよ。なんか奇妙だもんな。残り27ヤード、クラブがサンドウェッジです。ピンの根元が見えませんが、距離感が難しいショットですかね。そうですね。はい。どのように打ってきますか？ちょっと上げて。上げて。はい。打つ感じで。はい。はい。モロフジプロの3打目です。フィッフ、増田プロも難しいアプローチが残ってしまいましたね。はい、さっきの諸富士の方がよほど簡単だったっす。はい、増田プロの3打目です。10いくつだっけ、エッジ18です。うまい。これはしょうがねえ、キャリーしなかったグリーン。しなかった。モロフジのとはえらい違い。モロフジプロのアプローチはカップを大きくオーバーしてカラーへ。増田プロもやや距離を残してしまった。モロフジプロカラーからのバーディートライです。あ、チャンピオンはああいうの入れてくるよね。パンと打って、おいおいおい、ゴー！あー、惜しい。少し届きませんでした。すいません。モロフジプロパーです。スライスは最後。最後スライスしねえだろ。しねえしねえ、スライスねえよ。ないですか？絶対ねえ。いやだって諸富士のは仕掛かってるけど、こっちのは傾斜ねえもん。最後ワンボールフックぐらいでいけんのかこれ、うん、あ、スライスに見えるな。はい。よし。いや、するするする。はい。する。まっすぐ目かな、うん、聞いてねえな、人の話。増田プロのバーディートライです。いや、最初フックすると思うんで。入った。ああ、惜しい。お前ら。寄せるゲームじゃねえっつんだよ。増田プロパーです。ラインに集中しすぎた。岡崎さんの6打目です。どうしようかな。ジャンボ風にしようか、モロフジ風にしようか。じゃあモロフジ風にしよう。ちょっと腹出た、モロフジ。お、
あ、カップに蹴られてしまいました。ナイストライ、グッドパット。こういう方が気持ちいいよね、外れしても。ナイスです。届かないけど先発打っても入らないんだよ。だぞ、諸藤。すいません。お前もだ、ノブ。すいません。岡崎さん、ダブルボギーです。立山プロのバーディートライです。ナイスバーディーです。ナイスバーディーです。立山プロ3ホール連続バーディーです。やっぱり俺しかいないよね。あれ、こういう時カメラ近づいてこないよ。あ、こっち。立山プロ3ホール連続となるバーディーで今月堂々の勝利を収めた。スコアはご覧の結果です。